眼レフとミラーレスの違い。今回のテーマは一眼レフ。ボディキャップを開けるとすぐにミラーが見える。このミラーが大事な役割。レンズから入った光はミラーに反射してプリズムを屈折しながらファインダーに映る。要は鏡に映った景色を見てる。実像をそのまま撮影できるってこと。撮影場所に合わせた細かい設定が必要でちょっとだけ難しい。ライブビューで確認しながらの撮影もできる。レンズバリエーションが豊かだから写真が楽しくなる。ぜひ一眼レフを使ってみてね。